グラウンドオープンやってきましたね。というところで、はい、本日も動画やっていきたいと思います。で、イベント攻略の動画をね、まず上げていきます。対決カーニバルが来たというところで、まあ、改めて動画出していこうと思います。ドラ1選手ね、誰取るべきかというところも話をしていきますので、その辺とかも含めて参考にしてもらえばなと思います。で、やっていきましょう。はい、というわけでグランドオープンでも更新ね、情報量が多いというところで、今回はとりあえずイベント攻略だけ話をしていこうかなという感じです。で、ガチャが10連福袋、そして無料の10連が来ています。で、シリーズ1選手が大量に48名追加されております、S ランクが。はい。で、対決カリマが来ていて、活躍選手予想はまた後日攻略動画という形で別の形で出していきます。で、ランク戦がリセットされましたので、初昇格報酬でエナジーがもらえます。ぜひプラチナ3までまず上がっていこうというところですね。階級もリセットされましたんで、まあ、今年は9星目指してしっかりね、そこは最低ラインとして頑張っていこうかと思っております。エナジー割引とアップデートがね、たくさんあったといった怒涛の更新でしたね。まあ、かなりありましたね。で、まあ、フォームとか結構変わった感じで、スピリッツ解放ね、上限値3500に上がったというところがありますので、僕も掛布選手とか上げていこうかなと思います。で、この辺の応援歌もね、追加されたんですね。はい。で、他にもね、BGM の割り当てだったり、V ロードもね、なんか色々と見やすくなりましたね。はい。かっこよくなったかなといった印象です。はい。そんなところかな。まあ、あとはなんかそのチームコンボとかでね、変幻自在、超変幻自在がめっちゃ出しやすくなったという話があるみたいですね。はい。そんなところで、とりあえずイベント攻略話をしていきます。というわけで、ドラ1覚醒ルーキーが手に入る対決カーニバルが来ております。はい。このイベントはどんなイベントかというと、まあ、V ロードをして発生する対決、それに勝利して対決ポイントを集めるイベントでございます。で、対決には強敵 SAB とね、ランクがあるんですけれども、まあ、強敵になるほど高ランクのほど獲得ポイントが多く、おすすめといった感じになってます。で、このイベントの目的である報酬ですね。そのポイントを集めることによって報酬ゲットすることがまずできます。はい。そうですね。それだけですね。はい。なので、目玉っていうところでは、この自チーム A ランクの覚醒ルーキーの契約書ですね。これが4枚あります。で、ランダムも A が2枚ありますので、まあ、そこをまずね、しっかり獲得していきたいという感じです。で、それ以降に関しては3000ポイントごとですね、ランダム報酬があります。で、ここでも A ランク、自チーム A ランクもあるので、まあ、もし覚醒の自チーム A ランクがたくさん欲しいっていう方は、まあ、ランダムボックス目指してね、頑張って累計報酬以降もエナジー使ってやっていくのもありかもしれません。まあ、ただ、まあ、消費エナジー多くなっちゃうともったいないので、まあ、かなりこだわりのある、まあ、純正チームやってますよとか、もう絶対この選手はもうね、爆発的に活躍するから今のうちに A はたくさん取るべきだみたいなね、そういった形の考えを知る方のみがやるべきかなっていう感じです。まあ、もちろんね、当たる確率は、他のねコインとかに比べて絶対低いはずなので、まあ、リスクがあるよってところはあります。ってなわけで、僕はまあ普通に累計だけでね終わらせちゃおうかなっていう感じですね。まあ普通に効率よく進められてれば、まあ必然的にランダムボックスゲットできる感じになってくると思うので、まあ一応ね、この辺も狙いつつできるだけ効率よく進めていこうかと思ってますので、まあ、皆さんも自然回復でね、なんとか取り切るっていうところだけではなく、プラスアルファでこのランダムボックスを取るところまで、ぜひね、この動画で、やり方を見て、ゲットしていただくと、周りと差がつけられるかなと思います。はい。そして、今回のですね、覚醒の選手が当たります。こうイベント報酬で、ね、ドラ1ルーキーの選手が12名ですね、出てくるといったところで、この選手が当たる契約書になっております。このように覚醒可能っていうふうに書いてある、書いてないのかな？書いてありましたね。こういうふうに覚醒可能というふうにね、ページになっている選手は、S ランクにね、覚醒させることができます。まあ、通常の選手とかはできないんですけど、まあ、こういったたまに来るイベントでの A ランクですね、この選手たちは S にすることができます。まあ、そんなわけで、覚醒のやり方についてはこちらの動画で、まあ、過去ですね、紹介してますので、やり方だったり必要アイテムとか確認したい方はぜひね、そちらも見てください。概要欄にリンク貼っております。まあ、というわけで、この契約書の注意点ですね、どう使っていくべきかに関してなんですけど、まあもちろんその覚醒すれば即オーダー入りすることができるっていうことになってきます。最大スピもね、3600なので、まあもちろんね、最近のシリーズ2よりはプラス100されてますんで、十分いいかなというところで、即戦力でオーダーに入れたい、まあ初心者ね、始めたての方とか、全然 S に覚醒しちゃってもいいと思います。まあ、それかもしくは、今すぐオーダーに入らないけれども、今後の活躍を期待して A ランクを保管するといった手が、まあ大半の方はね、やるのかなっていう感じで、まあ、僕も A ランク保管っていう手でね、やっていこうかと思っております。まあ、シーズンね、前半戦で活躍していれば、後半のね、シリーズ2で
通常の S ランクで登場する可能性が出てきます。去年の森下投手とかね、そういったような感じで活躍してくれればすぐ登場すると思いますんで、その時の限界突破のために今のうちに A ランクを確保しておきましょう。ってなわけで誰を取るべきかなんですけど、まあ、簡単におすすめ紹介しておくと、結構即戦力の選手が多いですよね。まあ、基本的には高校生以外の社会人の方であれば、通常のね登場が早いと思うので、まあ、その中で選ぶのがまあ無難かとは思います。まあ、ただ去年のね、奥川選手とか佐々木朗希投手とかだと、まあ、今年活躍が期待されるところがあると思うので、まあ、そのぐらいビッグなね、高校生だと可能性を感じるのであれば、このね、高橋投手とか、そして山下俊平太投手、そして井上選手ですね、この選手もゲットすると。まあ、そこはまあ自分の予想もありですね、お気に入り選手なのかっていうところも含めて、まあ考えてもらえばなと思います。まあ無難は一番活躍しそうな、まずはこの2人ですね。他の投手のちょっとデータ知らないので、この平内投手とか詳しい方はぜひコメントで補足してください。まあ、この中でね、去年の森下投手みたいな感じでアニバで選ばれるみたいなこともねあり得ますので、はい、その辺もね活躍によって能力が変わることもちょっと期待したいかなと思っております。はい、ということで、結構お話がね、長くなってしまいましたが、イベントの攻略ポイント話をしていきます。ポイント4つ簡単にまとめていきました。1つ目が、V ロードは高難易度のところでやる。2つ目、B ランクは基本的にはする。で、3つ目、少ない対決回数で、カーニバルタイムをたくさんね、より多く発生させること。で、4つ目、ボーナスミッションね、ありますので、そこも意識して、敵を倒していくというところでございます。はい。で、プラスアルファ、さらにね、カーニバルタイムをより多く発生させるためのね、大きな裏技がありましたので、そこも、まあ、前回も話したんですけど、しっかり補足もしていこうと思います。まあ、なんで、まあ、実質5つポイントって感じですかね。というわけで、一個ずつ解説をしていきます。まず、V ロードは高難易度でやっていきましょうという話なんですけど、これはまあシンプルですね。こちらの説明が書いてあると思うんですけれども、対決は V ロード試合後に確率で発生します。難易度の高い V ロード試合の方が、ランクの高い対決相手が登場しやすいですと記載がありますので、まあ、この通りですね、なるべく V ロード星8に近い方ですね、8か7か6か、まあ、そのあたりでやっていくと、より高ランクの対決相手が登場してくれるので、まあ、なるべく S とかの方がね、出てくれた方がいいので、そっちを選んでいきましょうって感じです。で、おすすめは6か7ですね。やっぱ育成もしたいというところがありますので、まあ、そのバランスを考えると6か7かと思います。スピーズが高い S ランクをね、どれだけ持ってるかで、まあ、変わってくるって感じですかね。始めたての方だと星7 V ロードだと結構育成できる選手が結構ね、限られてきやすいと思うので、まあ、星6でもいいのかなって感じです。まあ、ただ、手持ちの選手ね、結構スピード高い選手揃えてるよって方だと、まあ、育成する選手結構多めにオーダー入れても勝てると思うので、まあ、そういった人は星7でやるとか、まあ、そんな感じでやっていけばいいと思います。で、星8はね、やっぱ育成できる選手さすがにね、あんまいないって感じになっちゃうので、基本的にはなしかなと思ってます。で、プラス、その負けてしまっても一応ね、対決カーニバルの対決は出てくるんですけど、負けるのも微妙だと思います。まあ、そこはやっぱり無課金は特にエナジーをね、日本一で獲得することが大事だと思いますので、必ず勝利っていうことは必須っていうところで、まあ、なおさらね、6か7がおすすめかと思っております。続いて、2つ目ですね。B ランクの対決相手は基本スルーをしていこうっていう話でございます。やっぱね、ポイント数が少ないっていうところもありますし、ランダムね、対決相手に強敵が発生することがあるんですけれども、そうすることによって、まあ、通常のスタミナよりも、イベントコストの方がね、足りなくなりがちなんですよね。まあ、そういった時にコストがなくなって、まだね、対決相手がね、残ってるよって状態だとエナジーを使わなきゃいけないという風になってしまうので、基本はまあ、そういったことをもったいないかなってところがあるので、まあ、B はスルーでいいと思います。まあ、実際それでやっていっても全然ね、自然回復で終われますので、まあ、そこはね、何でもかんでも倒すってよりかは、基本はまあ B はスルーで、他の A、S 強敵を倒していけばいいと思っております。で、3つ目ですね、少ない対決回数でカーニバルのね、カーニバルタイムをより多く発生させようといったところでございます。このイベント、カーニバルタイム、これが本当に大事なところがありまして、まあ、もちろん高ランクの敵をね、多く倒すことで、まあ、ポイントを稼げるので、まあ、そのためにこのカーニバルタイムの活用が、まあ、必須というか、大事だと思っております。で、カーニバルタイムの説明があるんですけど、対決勝利後に確率でカーニバルタイムが発生することがあります。で、これのメリットですね。カーニバルタイム中は高ランクの対決相手の登場確率アップ。B とかよりも AS が出やすいってやつですね。で、ビッグチャンスの発生確率アップ。これはまあ、ポイントが2倍になる試合ですね。はい。で、強敵の発生確率がアップってところね。強敵はポイントが高く、スクラッチもね、確定なので、そこが美味しいといった感じです。
で、右下にゲージが必ずありまして、発生率ね、毎試合、毎回敵を倒した時に、まあ、必ずね、カニバルタイム発生する確率があるんですけど、まあ、それが、最初は少ないといった感じです。まあ、ですが、相手を倒していくことによって、この確率が上がっていきます。まあ、なので何が言いたいかっていうと、まあ、高ランクの敵から順番に倒していこうっていう話ですね。で、前回確率とか、どんだけね、上昇しやすいかっていうのをランク別に見たんですけど、まあ、これ見たらわかるとね、B 倒したら 3% から 5% しか上がんないんですけど、強敵倒した場合は 6% から最大 8% まで1回の対決しただけでね、上がってくれるというところがあるので、まあ、なるべく確率を早く上げるっていう意味で、高ランクの敵から倒していってください。なので、まあ、B、A、S がね、同時にいた場合ですと、S から順番ですね。S、A、B の順番で倒していくといいと思います。そして4つ目、ボーナスを、ミッションにクリアしていこうっていう話です。まあ、イベントで対決する画面に入ると、このように空振り合計3回以内とかね、それぞれなんかいろんなミッションが出てきますので、まあ、それをね、なるべくクリアすることで、より多くポイントが稼げます。まあ、これはシンプルですね。はい。ということで、その4つのポイントを守っていただければ、基本的に、まあ、その強敵分だけコスト回復とかあると思うんですけど、自然回復でイベントはやっていけると思います。で、さらにプラスアルファ、今から紹介する裏技ですね、これをやっていただくと、さらにより多くね、ポイントを稼ぎやすくなるので、ランダムボックス報酬、より多くゲットすることができるかと思いますので、聞いていってください。で、これはそのカーニバルタイムでより多く試合をすることができるための裏技ですね。結構、まあ普通にやってると、まあ試合やっていって、まあカーニバルタイムが発動するっていう時って、大体対決コスト、まあ残り0とか1個とかになってしまうこともあったりするじゃないですか。まあそうすると、カーニバルタイム20分しかないんで、1試合しかこなせないんですよね。だからエナジー使わないと試合数こなせなくて微妙だなっていう風にね、正直思っていたんですけれども、この裏技を使えば、コスト満タンの状態でカーニバルタイムね、最初からスタートできるっていうことをやれますので、ぜひとも実践していってください。で、今回にはちゃんと確認またしていきました。前回も紹介して、もしかしたらね、修正でできなくなるかもしれないかなと思ってたんですけれども、確かめてみたらまた使えたので、はい、前回やって分かってる方は引き続きやってみてください。で、何をやるかっていう話なんですけど、それは本当にすごく簡単で、試合中対決画面で、まあ、カーニバルタイムね、発生っていうのが、まあ、試合中の画面で出ると思います。で、この画面のまま、その試合後のね、画面に映らないっていうことですね。もうこれだけです。はい。こうすることによって、カーニバルタイムの発動時間がね、自分で決めることができるんですよね。まあ、これなんでするかっていうと、カーニバルタイムが発動して、まあ、時間がね、残り時間、制限時間が始まるのが、試合後の画面に映った時からなんですよね。なので、こういった風に発動したら、まあ、普通に画面映らないで、自然回復のコスト、回復するっていうのを待つっていうことで、一旦このプレイしないでください。はい、そうすれば OK です。まあ、実際それどういう感じなのかっていうと、この上の時間を見てもらうと、今ね、16時53分ってなってると思うんですよね。で、ここからまあちょっと自然回復で時間進めていきます。で、これで時間進めまして、17時にね、また再びこの画面に、また戻ってきてました。で、そうすると、まあ、このように、ちょうど終わった画面ですね。強敵が発動、登場して、はい。カーニバルタイムが今からスタートになっております。もしね、これね、7分間ですか ?7 分前でそのまま試合後になっていたら、このカーニバルタイムもね、7分経ってるはずなんですね。12分残り44秒みたいな。そんな感じになってる。で、あと強敵の残り時間に関しても、まあ残り52分30何秒とか、そういった風になってたはずなのに、ちゃんとね、今からスタートっていう風になってるので、まあ、試合後からスタートっていうのがね、これでわかるかと思います。で、今コストゼロなんで、もったいないんですけれども、コストをしっかり満タンにしてからね、またこの画面に再び戻ってくれば、今からこのコスト5の状態で、まず強敵倒してね、カーニバルタイム中に試合をたくさんできますんで、そうするとランクの高い相手がね、結構出やすくて、よりポイント稼ぎやすいと思いますので、ぜひ画面キープして、コスト回復してやるといった流れで試してみてください。では最後、プレゼントスカウトね、急旬到来プレゼントスカウト引いて終わろうと思います。いや、久々のガチャですね。ほんと契約書貯めたけど、なかなかね、引きなくてほんとうずうずしてたなと。ストレス溜まってましたが、ようやく楽しみが来ました。で、所持選手枠もちゃんとね、埋まってますので、まあ、これによって、まあ、圧迫されることなく、期限なしのプレゼントボックスに送られますので、OK というところですね。行きましょう。S2 枚来てもいいよ。まあ、なんと言っても坂本選手と、田中将大投手ですね。まあ、そこが一番欲しい。またリーグ強化でね、ロッテのまだシリーズ1の共有の選手使ってるんで、そこも欲しいかな。石川投手もね、リアタイ的にも欲しいかなと最近は思っております。行きましょう。さあ、いや、山岡投手もね、ナックルカーブ変わってるんでね、そこももしかしたら強そうなんで、大竹投手ランクいいですね。背景もね、いいですよね。サンチェス投手、スプリット変化量変えましたね。お、石川投手。
いやー、来てほしい。山形投手か、これ、ワンチャン。山形投手じゃない？お願いします。さあ、今年初のシーズン1選手。おー、東條選手、え？あ、ロッテだ、ロッテ、ロッテ。しかも東條選手の小4使ってんすよ、今、リーグで。わ、これはいい継承ですね。はい、とりあえず OK かな。うん。まあ、契約書開封とかまた後ほど次の動画とかでやっていきます。おすすめ選手とかピックアップして紹介していきますので、次回も見ていってください。で、まあ、というわけで、無課金初心者の方向けに情報を出していきます。基礎知識とか、イベント攻略とか、育成のコツとかの情報をしていきたい方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンしていただいて、次の動画もお待ちください。で、そしてツイッターもやってますので、よかったらそちらもフォローお願いいたします。というわけで、本日もね、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。